こんにちは。2月2日の2時48分深夜でございます。もうすぐですね、105円にドル円が入ります。で、私はね、今ね、価格を見ていると104円の981なんですよ。いや、もうすぐだなと思いながら、でももう決済を考えてますからね、十分な含み益も出てます。エントリーしたのがですね、104円の787です、787から今20ピップスぐらい取れてますね。十分でしょう、いいと思いますよ。もうあとワクワクしてゼロライン設定してるだけですからね。だからこれを決済して、数時間後の今日の相場解説に生かそうかなと思ってるところですね、だからやっぱりね、105円に向かうって言ったら本当に105円向かいますね。それまでは私は、103円102円の方向に行きますよってずっと言ってましたね。セルを押すときは何週間もセルの話をします。で、バイを攻めるときはずっとバイの話をします。で、私のやり方っていうのはこうなんですよ。で、途中のちょこちょこした上下っていうのは、取りたいんだけども取らないですね。セルって決めたらセルの時だけ、セルのポイントだけ、どん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 バイの方向に行ってもバイで転換しましょうじゃなくて、跳ね返って下がるところを買いましょうっていうね、進めになってきますね。現在100円の97、980、981、拮抗してるなというところでございます。105円の方向に向かう、これもね、今回もドンピシャでございました。まだ105円にはなってませんけども、方向性はほらね、転換してからずっと倍でしょ。ずっとセルって言ってたのに、ここに変換の予兆があると思って倍の方進むじゃないですか。これができるようになるわけなんですよね。FX の中級講座、本当にね、これ参加していただいて、これができるようになってほしいなと思います。中級講座はダウ理論とフォーメーション分析を徹底的にやりますんでね。だから同じことを何回も何回も何回もやりますから、心に刻んでいただきたいと思います。それでは。